今回の動画では日本版にて8月中旬に開催予定のコラボイベントレインボーシックスシージオペレーションオリジニウムダストのイベント内容や同時期に実装されるオペレーターなどを紹介していきます。オペレーションオリジニウムダストはグローバル版としては初のゲーム内コラボとなるイベントで、イベントの規模としてはサイドストーリーと同等のものとなっています。ドクターはロドス物資配給証と呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベントの主な目的となります。なおロドス物資配給証もこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始される週の殲滅作戦はイベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は配布オペレーターであるタチャンカや育成素材ロンメン兵などとなっており、ロンメン兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため通常ステージよりも多くのロンメン兵を入手することができ、イベントステージでの素材ドロップ率も通常と比べてかなりいいため、イベント期間中は基本的にはイベントステージをひたすら周回することとなります。Hostiles in sight。今回のイベントで配布されるオペレーターは前衛オペレーターであるタチャンカとなっており、タチャンカはチェーンやカッターと同じ2回攻撃型の前衛オペレーターとなっています。ただ素質の効果によって実際の性能は2回攻撃型とはかなり異なっており、そういった意味では新たなジャンルのオペレーターです。中期での攻撃を基本としていることから、スキルも多段攻撃となっており、チェーンやカッターなどのようにスキル攻撃は一発の火力を大きく上げるタイプではないため、大量の雑魚敵に対して強いオペレーターと言えるでしょう。その他の大まかなスキル内容などについては後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。続いてオペレーションオリジニウムダストで解放されるステージを紹介。通常ステージでは全部で12個のステージが解放されることとなり、そのうちの1ステージはチュートリアル、3ステージはストーリーのみ、8ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。ポイントとなる物資配給証はチュートリアルやストーリーを除く全ての通常ステージで理性1に対して1つドロップします。ですので例えば OD8 であれば、物資配給証は星3クリアを1回するごとに18個ドロップすることとなります。さらに今回の通常ステージでも素材はドロップし、OD7 と OD8 でドロップする。マンガンと砥石は大陸版の統計サイトによれば全ステージ中最高クラスの効率となっています。どちらの素材も日本版でこれまで開催されてきたイベントと並んで最も高いドロップ率となっており、マンガンは現状ではマリアニアールの復刻、砥石はボルモンドの白母の復刻を待つしかないというような状況なので、今回のイベントに関してはマンガンと砥石の在庫が少ないのであれば、石を割ってても周回することを強くお勧めします。オペレーションオリジニウムダストはサイドストーリー形式のイベントのため、これまでと同じく EX ステージが用意されています。 EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルからの変更はありませんが、ここ最近のイベントでは基本となっていた勲章が今回のイベントでは存在せず、また強襲の最終ステージをクリアした際に入手することができていたパネルも存在しません。なので今回の EX ステージに関してはあくまでも物資配給証を効率よく入手できるのと、 ODEX2 のイベント任務の報酬に設定されている家具、初回クリア時に入手できる純正原石のみが目的となります。おそらくですがコラボイベントという性質上、今後今回のイベントが復刻開催される可能性がかなり低く、強襲の最終ステージのような高難易度に限定報酬を設定してしまうと、新規プレイヤーがそういった類の報酬を一生入手できなくなってしまう可能性があるので、それを避けるためでしょう。続いてオペレーションオリジニウムダストで登場する新たなギミックを紹介。今回のイベントの舞台となるのはサルゴンの砂漠地帯となっており、それに関連したギミックが登場します。今回の一部ステージでは常に砂嵐が吹いており、砂嵐はオペレーターと敵ユニットの両方に影響を与えます。オペレーターは砂嵐にさらされると攻撃力が低下し HP が持続的に減少、さらに再配置時間も長くなってしまいます。一方の敵ユニットは移動速度のみが低下します。そのためオペレーター側へのデメリットがあまりにも大きくなってしまっているので、オペレーターを砂嵐から守ってやる必要があります。その際に活用するのが土石であり、
土石は、土石の風下側にいるオペレーターや敵ユニットに対しての砂嵐のデバフ効果を無効化します。つまり、上記の映像であれば、砂嵐は左側から吹いているので、土石の右側にオペレーターを配置すれば、砂嵐の効果は受けないということです。逆に、このステージでは不可能ですが、土石の左側、つまり風上側にオペレーターを配置すると、砂嵐の影響を受けることとなります。そして、土石には青いゲージが表示されていますが、これは土石の HP となり、土石は砂嵐にさらされることで、徐々に HP が低下。最終的には崩壊し、砂嵐を無効化する効果は消滅してしまいます。では、壊されないようにするにはどうするのかというと、コストをご支払って、土石の付近に臨時雇用員を配置。臨時雇用員は時間をかけて土石を強化、破壊されない強化土石へと強化してくれます。なお、土石は強化中でも HP がゼロになれば、破壊されてしまうので注意が必要です。今回のイベントではこの土石を用いて、いかに砂嵐を防ぐかが重要となるでしょう。以上が、オペレーションオリジニウムダストにて登場するギミックとなります。続いて、今回のイベントにて登場する新たな敵たちを紹介。今回の敵ユニットは、異常変異した生物と傭兵部隊が中心となっており、どちらも個性的かつ、かなり厄介な性能を持ち合わせています。変異体傀儡は、HP や攻撃力、防御力は低く、いわば、メインストーリーなどで登場する兵士のような敵ではありますが、変異体傀儡が倒された時、攻術する変異体生物と呼ばれる2体の敵を生み出します。そのため、変異体傀儡自体は、そこまでの脅威ではないのですが、変異体傀儡などを一気に倒したことによって、ステージ上に大量に変異体生物が出現することになり、ブロックしきれずに突破されてしまうということがあります。そして、その変異体生物についてですが、変異体生物と変異体悪性子という2種類の敵が存在します。どちらもステータスは非常に低く、オペレーターによっては一撃で倒されてしまうような敵ですが、いかんせん、出てくる時は大量に出てくるので、処理に非常に手間取り、突破されてしまうということがあります。とはいえ、変異体生物に関しては、ブレイズなどを使用すれば、比較的楽に処理できるのですが、問題は変異体悪性種で、こちらは、ブロックしているオペレーターの攻撃速度を 80% 下げてきます。見た目は変異体生物と似ており、なおかつ、変異体生物に紛れ込んで進んでくるため、変異体悪性種のみ対応するということがかなり難しく、まとめて処理するということが基本的な処理方法となっています。オペレーターに変異体悪性種が取り付き、攻撃速度が低下。その後方からは大量の変異体生物が来れば、後がどうなるかは言わずともわかるでしょう。変異巨岩雲は定期的に変異体生物を遠方から生み出してくる敵ユニットで、こちらに近づいてきた際には変異体生物を生み出しながら砲撃を行ってきます。攻撃力や防御力はそれほどではない一方で HP がかなり高く、処理には若干手間取ってしまうかもしれません。そして最大の問題は撃破時に変異体生物を4体生み出すということで、あまりにも近距離で倒してしまうと変異体生物がすり抜けてしまうということが多々あるので注意が必要です。変異巨岩雲は登場後一定時間は出現した場所で止まることが多くなっているので、停止している間に短期性能が高い前衛や狙撃などでさっさと倒してしまいましょう。レッドマーク侵入者は変異体生物とは異なる傭兵の敵ユニットで、攻撃を受けた瞬間にその場に幻影を生み出し、本体はひたすら防衛ラインに向かって走ってくるというゴースト兵の上位互換といえるような性能となっています。幻影自体は出現したその場から動くことはなく、ステータスはそれほど高いものではありませんが、本体と同じく砂嵐の中では攻撃回避性能が付与され、本体は同時に攻撃されづらくブロックされないという性能を得るので、幻影をさっさと倒してしまわないと本体はどんどんと前に進んでいってしまいます。逆に幻影さえ倒してしまえば HP も攻撃力も波程度の数値となっているので、さっさと幻影を吐き出させて幻影に火力を集中させ本体をあぶり出してしまうというのが基本的な攻略方法となります。以上が今回のイベントで登場する新たな敵の一部となります。続いて今回のコラボイベントで展開されるストーリーの概要を紹介。今回の主役となるのは当然ながらレインボーシックスシージのオペレーターたちであり、アッシュたちはとある作戦中に事故に遭遇。
テラの世界に迷い込んでしまうこととなります。アッシュたちは地球の住人でありテラの住人ではないため、ダブ隊からの支援は一切なく、言葉も通じず地球での常識も適用されない、そんな世界に突然に放り出されることとなります。果たしてアッシュたち対テロ特殊部隊レインボーはテラの世界で生き残ることができるのでしょうか。続いて同時期に実装されるオペレーターたちを紹介。オペレーションオリジニウムダストではレインボーシックスシージのオペレーターが4人実装されます。タチャンカのみがオペレーションオリジニウムダストの配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお今回のスカウトは先日行われた生放送内では精鋭招待スカウトとなっていましたが、細かい仕様は異なるものの実質的にはリミテッドスカウトと違いはありません。詳細については後ほど解説をしますが、フロスト、ブリッツ、アッシュの3人は今回の精鋭招待スカウトでしか入手することができず、またコラボイベントという性質上今後二度と入手できない可能性があるので注意が必要です。それでは画面左から順に紹介をしていきます。なお各オペレーターの一部概要について紹介をしていきますが、投稿者はレインボーシックスシージをかじったことはあるものの深くプレイをしたわけではなく、また各オペレーターのバックストーリーを詳細に理解しているというわけではないのでご了承を。レインボーオペレーターコードネームタチャンカ、 I am ready. Where do you want me?タチャンカは世界各国の特殊部隊から構成された対テロ特殊部隊レインボーに所属しているオペレーターで、本名はアレクサンドル・セナフィエフ、ロシア出身の人物です。恵まれた体格と戦術眼に富み、いつでも冷静沈着、一見すると不愛想に見える一方でユーモアある人物でもあり、今回のストーリー内では実質的なリーダーはアッシュではあるものの、たびたび経験豊富なタチャンカに対して意見を仰ぐ場面が見られます。今回のストーリー内では参謀役というような立場と言えるでしょう。 They told me I died. They were wrong. I was reborn. タチャンカはチェーンやカッターなどと同じ2回攻撃型の前衛オペレーターですが、素質の効果によって攻撃距離が前方方向に拡大しており、その代わり再配置時間も増加、さらには空中の敵も攻撃可能となっているので、実際にはタチャンカは独自の性能を持ったオペレーターと言えます。スキル1はレインボーシックスシージ内でのタチャンカの固有アビリティ、シュミハランチャーをモチーフとしており、攻撃目標に一定範囲内を炎上させる焼夷グレネードを発射、炎上マスにいる敵には毎秒一定の術ダメージを与え、タチャンカがその敵を攻撃する際には敵の防御力を一定数無視します。スキル2は攻撃間隔を大幅に短縮させ、DP27 を攻撃範囲内にいる敵に対して乱射、敵を一掃するというスキルです。攻撃速度は 0.2 秒という凄まじい速度になる代わりに、乱射していることを表現するためか対象がランダムになってしまうという代償が存在しますが、 Rainbow Operator Codename Frost At your service, sir. フロストは世界各国の特殊部隊から構成された対テロ特殊部隊レインボーに所属しているオペレーターで、本名はディナ・リン・ツァン、カナダのブリティッシュコロンビア州出身の人物です。カナダ軍事大学を首席で卒業、その後はカナダ空軍を経て、共同救助調整センター・ビクトリアにて、遭難救助部隊に所属していました。そのため、野外でのサバイバルに長けており、突如としてテラの世界に放り込まれたレインボーにとっては、野外にて食料を調達してくれる、生存に関わる非常に重要な人物となっています。粘り強い性格でもあるため、ひたすら耐えることも必要な狩猟には的確なのでしょう。There are two things we absolutely need in a survival situation. Water and hope. フロストはロビンと同じく、ドクター自身が罠であるウェルカムマットを設置し、ウェルカムマットの上を通った敵に対してダメージを与え、さらにスキルによっては相手にスタンを付与したり、バインドを付与したりすることができるというオペレーターとなっています。フロストは原作ではウェルカムマットを使用して敵オペレーターを一撃でダウンさせることができ、アークナイツ内ではさすがに一撃で敵を倒すことはできませんが、足止めすることは可能となっているので他オペレーターとの連携が可能となっています。特に今回のコラボオペレーターはスタンで連携が取れるような性能となっているので、様々な場所で敵にスタンを付与できるフロストは良い起点となるでしょう。レインボーオペレーターCodename Blitz.
Give the order and I'll bash him in the face with my shield. ブリッツは本名はエリアス・ケッツ、ドイツ出身の人物で、ヘルマン・ブーゼ校においてバイリンガルのプログラムを受け、狭い空間や様々な部屋においての豊富な戦術経験からレインボーのエリートとなりました。非常に明るく陽気でユーモアのある人物ではある一方で、そのユーモアはチームメンバーからはくだらないと一蹴されてしまっている様子。ただそのユーモアも極度の緊張下においては雰囲気を和らげてくれるので、メンバーたちからはそういった状況下ではありがたいものとなっているようです。ブリッツはマルチリンガルということから、今回のストーリーではムードメーカーということも相まって、レインボーと現地住民の橋渡し役となっており、決して目立つような活動ではありませんが、影の立役者と言えるでしょう。 I don't like photos of myself. The lighting is always wrong. ブリッツはリスカムと同じ対空攻撃も可能となっている重装オペレーターです。リスカム自体がブリッツを元ネタにしていると思われるので、当たり前といえば当たり前ですが、スキルはどちらもスタンを中心とした性能となっており、原作でのフラッシュシールドで敵の視界を奪い動きを封じ込めるというものを再現したスキルと言えるでしょう。スキル1は前方の敵にスタンを付与し特殊能力を無効化するという強力な効果となっている一方で、配置後は4回しか使えないというストック性のスキルとなっています。一方のスキル2はスタンに加えてブリッツの攻撃性能を強化したスキルとなっており、スキル1のように連発することはできず、スキル時間も短くはなっていますが、スキル発動中は重装とは思えない火力で敵を攻撃してくれます。攻撃のタイプが異なっているので完全に一緒というわけではありませんが、リスカムのカウンターアークに近しいものと考えるといいかもしれません。 Rainbow Operator, Codename AshI have my authorization, and I'm ready for assignment. アッシュは本名はイライザ・コーエン、イスラエルのエルサレム出身の人物で、大学卒業後はイスラエル国防軍航空部隊を経た後に FBI スワットに加入。FBI スワット加入後はアッシュの持ち得る爆破技術によって部隊戦術は一変しました。任務中は常に模範的な態度をとる一方で、完璧主義者すぎるところもあり、任務中の些細な失敗ですら深く考え込んでしまうという脆さも兼ね備えています。戦術指揮というオペレーターの命を預かりに等しい役回りなため、仕方がないことなのでしょうが、今回のストーリー内ではアッシュのこれまでの経験則が通じない状況が頻発するので、優秀なオペレーターたちがいるとはいえ一番の苦労人と言えるかもしれません。 You can't really understand a conflict until you've been on both sides.アッシュはエクシアやアルケットと同じ対空狙撃型のオペレーターで、スキル2はスタンと超高速の射撃による大火力を、スキル3は原作でのアッシュの固有アビリティブリーチング弾を用いての複数の敵をまとめて押し出し大ダメージを与えるものとなっています。特にスキル2の威力は凄まじく、瞬間火力で言えばエクシアのオーバーロードを上回る火力となっているので、団体狙撃としては最強格のオペレーターとして名を連ねるほどとなっています。アークナイツの限定は比較的抑えめな性能になっているオペレーターが多くはなっていますが、アッシュに関しては唯一の例外と言ってもいいかもしれません。同行者としても入手することを強くお勧めするオペレーターです。続いて今回のスカウト、進行、防衛、戦術衝突の仕様について解説。先日の生放送内でも言われていたように、今回のスカウトは特殊な仕様となっており、リミテッドスカウトのように天井が存在し、最高でも120回スカウトを回せば必ずアッシュが1人は手に入るようになっています。ただしリミテッドスカウトとは異なり、リミテッドスカウトを引いた際にもらえる限定契約証のようなものはありません。またアッシュが確定でもらえるのも1回のみとなっており、120回回す前にアッシュが排出された際も確定枠は消滅します。120回というのはあくまでも天井であり、入手回数を増やすものではないということです。一方の星5オペレーターであるブリッツとフロストには天井はありませんが、スカウトを回している際にどこかのタイミングでどちらかを入手したのであれば、次の星5排出は必ず入手していないもう一方のオペレーターとなります。例えば先にブリッツを入手したのであれば、次の星5は必ずフロストになるというわけです。ただどちらのオペレーターも星5の枠で必ず排出されるというわけではなく、あくまでも星5中 50% の確率で排出という、これまでと変わらないピックアップ方法となっているので、
かなり運が悪いとどちらも排出されないという可能性があります。要は星5は芋づる方式となっているので、その芋づるが見つからなければいつまで経っても芋は出てこないということです。スカウトの画面は画像のようになっており、アッシュはあと何回引けば確定枠に到達するのかや、次の星5枠で排出されるオペレーターがわかるようになっています。この画像であればアッシュはあと104回引けば確定枠に到達し、フロストが排出されたので次の星5枠はブリッツが確定ということがわかるようになっています。以上がスカウト形式の解説となります。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。以上が同時期に実装される専用コーデとなります。続いて同時期に実施されるイベントなどを紹介。今回のスカウトは形としてはリミテッドスカウトに近いものとなっているので、イベント初日に10連スカウト券が配布されます。ありがたくもらっておきましょう。コラボ期間中はログインボーナスキャンペーンも開催されます。ログイン報酬は上記の通りとなっており、ログイン7日目は10連スカウト券を入手することができます。なのでこの10連スカウト券もカウントするのであれば、天井まで引き切るのに自前で用意する必要があるのは100連分となっています。こちらも毎日ログインしてありがたくもらっておきましょう。大陸版と同じ流れであれば限定パックも販売されます。
価格については当時の為替価格を参考にしているので、日本版で実際に販売されるときとは微妙に価格は異なるとは思いますが、パッケージ内容は同じとなるはずです。まずは陣地防衛支援パッケージの内容から。続いて汎用戦術アップグレードパッケージ。最後に精鋭突撃戦備パッケージ。こちらは価格が2970円で販売されるのであれば、10連スカウト券を純正原石34個分、合成弾6120個分で計算した場合、スカウト1体の価格は効率が非常に良い月間スカウトパックとほぼ同じとなっており、それに加えて各種素材がついてくるというものになっているので、仮に2970円で販売されるのであれば、ぜひとも購入することをお勧めします。同時期にはドクターネームを変更することができる ID 情報更新カードが配布されます。今回は配布という形となり、ネーム変更は1回しかできませんが、今後はこのようにショップでも販売されるようになります。ショップで販売される際には100点という表記があるように、 ID 変更カードは一定期間ごとに1回しか購入することはできません。一定の期間経過後は再び1回のみ購入することができるという形なので、極端な話をすれば毎日ドクターネームを変更するということはできません。同時期には2種類のガフシリーズも実装されます。まずはウォルト風拒絶。こちらはステージでのラッキードロップ家具となります。続いて特殊装備展覧室。こちらはイベント報酬家具となります。以上が同時期に実装される家具シリーズとなります。外装広く逆離演算も追加予定となっています。今回追加実装されるオペレーターはシュバルツ、リスカム、イーサン、バフューマーになるとのこと。なお同時期には多元協力ロドス防衛協定が開催されるものと思われますが、こちらの詳細については別の動画で解説させていただきます。以上がレインボーシックスシージコラボオペレーションオリジニウムダストや同時期に実装されるオペレーター専用コーデ同時開催イベントなどとなります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。